今日からまん延防止措置が始まりました。飲食店が酒の提供を続けるか選べるようになった中、対応は様々見られました。今日から1都12県で始まったまん延防止措置。新橋駅近くの飲食店ではこのようにまん延防止措置期間休業になる店もあります。東京都コロナ感染症まん延防止措置に伴い、下記の期間は臨時休業とさせていただきます。新橋の繁華街では来月13日までの期間中、臨時休業とする店も多くありました。東京都は飲食店に対し、感染対策を取っている認証店には店が酒を提供するかどうかを選べるようにし、酒を提供する場合は営業時間は午後9時までで、酒の提供は午後8時までとなります。そして酒の提供をなくした場合は午後8時までの営業で、協力金が72万円からとなります。港区にあるこちらの飲食店が選んだのは、時間8時までと、お酒類の提供はしないと、そういうふうな対応をしました。感染防止対策に少しでも協力するという意味では、もう酒も提供しない、その方が効果があるんじゃないかと、そのような判断のもとで今回は酒の提供しないということを選びました。感染者の急増に伴い客足は大幅に減り、協力金だけでは経営は成り立たないといいます。それでも松田さんは新型コロナの一日も早い収束を願い、酒の提供なしで営業を続けることを決めました。酒を出さないとこういう料理を出してもお客さん来ないですから。でもまず2年にわたってね、だらだらっとこういう状況が続くよりも、ちょっと強めの規制っていうか、そういうものをかけて早い収束を願った方が、早い決着があった方が我々としても通常な営業に戻れるんじゃないかと、そういう思いですね。飲食店によって対応が分かれた中、町の人たちからもさまざまな声が聞かれました。もうしょうがないですよね、この一人一人がもう気をつけるしかないですよ、これは。僕営業職なんで、やっぱりその営業だと人に会わないと結構きついんで、なんか結構まん延防止になるとまた人に会えなくなったりするんで、それがきついですね。電車乗っても普通通りこうやっぱり満員のとこは満員なんで、まあ、そこを止めないと結局飲食だけ止めてもしょうがないのかなと思いますけどね。仕事で出店とかしてるので、そういう関係で皆さん大変にはなってるかなっていうのは、大変なことは結構感じてますね。やってることがあんまり変わらないんで、いやもしこれで緊急事態とかってまた言い出すとどうなんだろう、また都民の方なんか何言ってんだみたいな感じになっちゃうのかなっていうふうに思いますけどね。効果が出ればいいんですけど。都内では今日新たに9699人の感染を確認、3日連続で過去最多を更新しました。依然として続く感染者数の急増、こうした事態に世田谷区では区民や区内に通学通勤する人を対象にした抗原検査キットの無料配布が始まりました。陽性の疑いが出た場合に速やかに医療機関などで PCR 検査を受けてもらおうという狙いがあります。配布場所の一つとなった公園には午前10時までにおよそ150人が集まりました。病院に行かないでもできることがあるんだったら、自分たちでできるとみんなの助けにもなるし、自分の安心にもつながるので、いいことではないかなと思います。なかなかPCR もできないですし、やっぱりもっと早くやりたいなと思っていたので、これは絶対にいただきたいなと思ってました。区は今後配布する数を一緒に住む家族分を含めて1人3個を上限とし、会場の待機人数が一定の数に達した場合、整理券を配って対応するということです。